っすぐ回ってるんですか、こうひねりながら回ってるんですか。今空回りなんで、多分伸びるこれ当て物すれば回りながら回る。そうねじ切るわけだね。そうすれば蹴りが均等に丸くねじ切れますよという。相当の力で回ってるんですね。そうです。コンクリートの場合何センチぐらいのもここで切れるんですか。コンクリート深さまで深さ何センチぐらい。これが今600まで切れるようになってるんですけど、中には1メーターまで切れるやつあります。そんなもんですか。これはもう現在使われてるんですか。いや、まだ日本に。僕は申請してない。海外のもの。海外のもの。あそこにある丸いのは何ですか。あれはジャッキーです。ジャッキー、建物の基礎、今まではブレーカーでどんどんどんと割って壊してたのを、ブレーカーが音を入れたり、振動したり、それで切って、あれを入れて割っていこう。新しい工法ですね。じゃあこれまではトン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 でね、本当すごい騒音だったんで、この場合もしかし騒音というのは相当するんじゃないの。まあブレーカーみたいにはしないっていうだけで、音はやっぱ出ますよね。これやっぱり刃がこっち向いたり向こう向いたりしますな、はい、先端向くかね。これでこの幅がこの幅っていうか、アメリカ製ですか。ドイツか、やっぱりな。これが、基礎コンクリート破壊工法ジャッキシステムであります。全くの会社名の、乗ってるところはあの看板向こうのこの下にレントリー玉と入っているんで、レントリー玉さんですね。レントリー玉さんという会社ですね。レントリー玉さん、これが先ほどの大型カッターの中で一番大きいやつですね。 ERW1000 ですね。これはこっちのメートルがね、これでもってコンクリートの基礎部分なんかをここで持って出してきた。いろんな種類がある。これも全部コンクリートとか電池切るけど高いようです。コンクリートとか入れるコンクリートとか入れるコンクリートとか入れるERW600 was used to cut a 600 millimeter thick strongly reinforced concrete slab at a rate of 15 meters per hour. The company TUG from Cologne, Germany, won a contract for the partial repair of the surface of a 3-kilometer long stretch of road around the center of Tupelo. They were given the task of repairing the surface. For this, the company used a US-45.